はい、どうも、特撮ヒーローワールドのフジャンです。はい、今日はですね、いろいろちょっとソフビをね、大量買いしてきたんですけども、まずは、この上新で買ってきたものを紹介したいと思います。今更なんですけれども、これ、超時空魔人、エタルガ、この間の映画に登場した、ボスキャラですね。これ買ってきました。いやね、なかなかね、かっこよかったんでね、ついつい買ってしまいましたね。本当はあんま欲しくなかったんですけども、ちょっとプレミア化した時に、なんか欲しくなったら困るので、ちょっと今のうちに買っとこうと思って買いましたね。いや、これ早速紹介していきたいと思うんですけども、造形が素晴らしいですね。造形に惚れて買ったようなもんなんです。なので早速開けていきたいと思います。わあ、すげえ、やば。あ、なんかベタついてる。メタリックだからかな、なんか独特のベタつきがあるんですよね。でもこれ造形すごいな、これやべえ。いや、僕ね、エタルガーというキャラ自体にはそんなに魅力を僕は感じてなかったんですよ。映画が60分の尺しかなかったんですよ。で、60分って言ったら、まあ、30分番組で言うと2話分しかないわけですよ。そのたった2話分の尺で、やっぱりあんま強敵感とかをね、出せなかったんですよね。これは仕方ないことなんですけども、やっぱ60分だと、なんかすごい欲しくなるほどのね、愛着があんま湧かなかったというか、でもですね、ちょっと造形がすごくいいと聞いていたので買っちゃいました。あの、これでね、ちょっとエタルガをもっともっと好きになれそうな気がしますね。わあ、ちょっと早速、じゃあウルトラマンたちを並べてみましょうかね。はい、というわけで映画で戦ったウルトラ重勇士を並べてみました。ちょっとね、ネクサスがアンファースじゃないのは持ってないからです、すいませんね。ちょっとこんな感じなんですけどもね、どうでしょう、壮大ですよね。いや、かっこいいなこれ。やっぱりなんかね、ちょっとエタルガーがすごくでかいんですよね。多分サイズ的に本編だと全然そんな変わりなかったと思うんですけど、ソフビはなぜかこれウルトラ怪獣デラックスの枠なんで、めっちゃでかいです。あの、昔の時代のソフビとね、比べてみてもね、多分このエタルガーの方がでかいんじゃないかな。ほらね、全然ちゃうでしょこんなにでかさが違うんですよ。まあ、そのなんか原作に忠実に再現をしたいっていう方にとってはちょっと残念かなと思うんですけど、僕はね、こういうのは基本的に脳内設定で、こう脳内保管なんて言うんですか、もう頭の中でいろんな設定とかを勝手に作っちゃうんで、別にこれ気にならないんですね。なんか逆にでかい方がすごく強敵感が出てていいんじゃないでしょうかね。さすがに映画のボスが今までの普通のサイズで出たら、なんかちょっとそれ迫力不足な気持ちするんでね、これはこれでまあありでしょう。はい、というわけで僕ね、上新で買ったんですけど、元々値段がね、1200円なんですよね。メーカー希望小売価格1200円のところ、僕はもう1036円ということで非常に安く買えたんですよ。なので上新すごくおすすめですね。まあ、他のところも安いんでしょうけども、まあ、これ結構数が、まあ今のところ多分在庫限りでしょう。多分今後生産されるのか分かんないですけど、なので消える前にお早めに買ってください。これ本当に造形素晴らしいです。あの、塗装もね、基本的にまあほとんど同じカラーなんで、そんな省略もないんですけどね、すごく忠実に再現できてるんじゃないでしょうか。このところどころに散りばめられたこの赤いなんかクリスタルみたいな、これも綺麗に塗装されてますという感じですね。ではですね、ちょっと今回は銀河スパークでちょっと音声を認識してみたいと思います。これね、初回パッケージですよ。これ銀河放送開始した日に買いに行きましたからね。銀河が始まる30分前くらいにドン・キホーテ行ってバカって、もう本編の第一話見ながら興奮しながらこう一緒に変身したっていう、すごく思い出があるんですよ。これめっちゃいいですよね。ずっと大切にね、保管してたんで、ちょっと音声認識してみたいと思います。まあ、さすがにエタルガー最新キャラなんで、エタルガーの名前は入ってないんですけどね、どんな音が鳴るかっていうのは楽しみなんでね、やっていきたいと思います。ではスイッチオン。あ、読んだ。ウルトラモンスターっていうな、ウルトラモンスターか。へえ、なるほどね。一応そういう特別な枠として認識はしてくれるんだね。あ、これは嬉しいわ。へー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 、という感じですね。というわけで、ウルトラ怪獣デラックス、超時空魔人、エタルガーの紹介でした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。